情報工学高校の競技プログラミングのテーマについて説明をしていきます。担当する岡本芳生です。よろしくお願いします。このテーマにおいて、希望人数は5名程度、そんなに多くない人数を考えています。必要技能はですね、アットコーダーのレーティングが D ランクですね、がそれ以上であること。そして、二つ目、GitHub のアカウントを持っていて、GitHub の基本操作が可能である。あるいは、基本操作を実習できることですね。ここで、基本操作と言っているのは、プッシュとか、プルリクエストとか、マージとか、そんなような形のものですね。はい。で、三つ目は、英語文献を読むのが苦ではないことです。実習時間なんですけども、このアットコーダーを中心に、やっていくんですけども、アットコーダービギナーコンテストの時間帯、これ大体週末の夜になると思いますけども、その時間帯で、コンテストに参加してもらうということになります。で、2週に1度程度、水曜5限に、集まって、いろいろとディスカッションするということを考えています。2週に1度程度しか集まらないので、他はスラック中心でいろんな議論とか活動をしていきたいというふうに思っています。で、概要なんですけども、コーディング技術やアルゴリズム設計技法を学び、アットコーダーのより高いランクを目指していきます。また、可能ならば、国際大学対抗プログラミングコンテスト、ICPC と呼ばれたりもしますけども、その予選に出場し、好成績を残すことを目指します。ということになります。で、注意なんですけれども、登録時、備考欄とかアピール欄というのがあると思うんですけども、そこにアットコーダーのアカウント名を記載してください。で、それで、皆さんのレーティングがちゃんと、チャーかそれ以上あるのかということを、こちらまで確認しようと思いますので、よろしくお願いします。そういうふうに言ってるので、このテーマはですね、この競技プログラムの経験者を対象にして行うテーマであるという形になります。で、目的としては、各自がスキルアップを行うこともそうなんですけども、競技プログラミングでやってるけども、周りにやってる人がいるかどうかよくわかんないとかっていうような人いらっしゃるかもしれませんので、そういう人が集まってですね、この競技プログラミングコミュニティっていうのが、育っていけばいいなっていうふうに思っています。ということなので、競技プログラミングのですね、未経験者の人を対象にしているわけではないので、未経験者の人がですね、始めたいっていうことについて、この公募のテーマがですね、何か、するということはありません。そういうことなので、未経験の方は、まずインターネット上のいろんな情報を参考にして、始めてみるっていうところからやってみてください。で、競技プログラミングを始める敷居はですね、とても低くなってますので、興味があるんだったら、始めてみていただければいいかなというふうに思います。先ほど言ったそのアットコーダーっていうのを始めるのは割と気軽にできますので、ぜひやってみてください。はい。それでですね、この、公募の目標なんですけども、これは、アットコーダーのレーティング分布4月4日時点、2022年の4月4日時点、分かれてますけども、この色で分けてますね。で、茶色っていうのは、そこそこやってる人になります。ちょっと頑張った人ですね。で、その上の、レーティングになると緑とか水色になりますけども、そこら辺の人が、その色で言うと一つ上の、ランクに行けるといいかなっていうふうに思ってます。だから茶色の人は緑と、緑の人は水色、そんな感じですね。水色の人は青に行けるという形になれるといいかなっていうふうに思ってます。ビギナーコンテストだけで上に行ける、ランクは限られてますけども、学び合う中で、そういうような、盛り上がりをですね、見せていければいいかなっていうふうに思います。はい。で、1週間の流れはですね、またこんな感じになります。先ほど言った通りですね、このアットコーダービギナーコンテスト、大体週末に行われますので、それに皆さんまずできる限り参加してください。毎週本当に参加できるかどうかっていうのはわかんない。し、皆さんの、都合もあるかもしれませんけども、できる限り参加するということにします。で、その参加するとですね、皆さんこうプログラム書くことになると思うんですけども、まずですね、この自分でですね、書いたプログラムが、どれぐらいうまく書けてるかってことを、その自分でレビューする、自分で復習する、自分で見直すっていうのを、月曜日、火曜日の間に行ってほしいって形になります。で、ここでその GitHub と、後で言うサイダーっていうのを利用しようと思います。で、水曜日にですね、集まる場合もあるわけですけども、その時にその相互コードレビューする。これは、言うなれば、お互いのプログラムをですね、見合ってですね、その良いところ、悪いところっていうのをですね、見て、学び合うということをしようと思っています。で、2週に1度程度、その対面でやるんですけども、そうじゃない時には、スラックとか GitHub を使ってうまくやっていけたらいいなっていうふうに思っています。で、これを繰り返すということが、大体、
1年間やっていく流れの、流れになります。はい。で、先ほど言ったサイダーでは何かっていうと、これはコードレビュー自動化サービスになります。ちょっと右の方に出しているのは、これスクリーンショットではなくて、このサイダーのページのスクリーンショットなんですけども、まあ、いわゆるその静的解析っていうのをすることができます。で、これはいろいろな、ツールを、ま、統合的に、使用することができます。これ、それをやると。あと、これ、GitHub と連携していて、GitHub に、プログラムを上げて、それを、プロリクエスト、そこで出すと、これ解析をしてくれるという形になっています。で、フリー版がありますので、このフリー版を使っていこうと思います。で、まあ、これによって、その一人一人が良いコードを書けているのかということを、自分自身である程度確認することができます。で、まあ、これを使っていこうかなというふうに思っています。はい。で、まあ、これをその自己コードレビューで使うという形になります。でですね、まあ、可能ならば、この国際大学対抗プログラミングコンテスト、ICPC というものに、出れればいいかなというふうに思っていますけども、まあ、これはですね、1チーム3名で出場するものになります。このアットコーダーは、まあ、割と個人戦なわけですけども、こちらは1チーム3名で出場するという形になっています。で、まあ、国内予選がですね、オンラインで行われて、そこで、まあ、いい成績を残せれば、アジア地区予選っていうのに進むことになります。まあ、これは、大抵の場合、日本国内で行われることになります。で、まあ、ここで良い成績を収めると、世界大会というか、ワールドファイナルと呼ばれるものですね、に出場することになるということになります。ので、まあ、どこら辺までいけるかわかりませんけれども、まあ、少なくとも、国内予選に出場できるといいかなというふうには思ったりしています。まあ、このようなテーマになっています。以上で、競技プログラムのテーマの説明を終わります。ありがとうございます。